チャオ、たっちゃんです。今日1月20日は、大寒っていうことでね、これね大体ね大寒っていうのは1月の20日から、ね、2月3日ぐらいの間やねんけども、大寒っていうね、そのあたりになって1月20日って今年2020年はね1月20日が大寒やねんけどもね、この大寒っていうのは何かっていうと1年で一番寒い日のことを言うねんけどもね、大寒っていうのは、24節気って言って1年を12ヶ月じゃなく24節に分けていろんな呼び方があるのよ。その中でも一番寒い時期っていうのは大寒って言われとって、この大寒は1月20日から2月3日ぐらいの間やねんけども、その中でも1日一番寒い日っていうのが大寒っていう日に選ばれんねんけども、今年はね大体ねそのあたりちょっと日がずれるんやけども、1月20日っていうのが今年の大寒やねんけども、大体毎年1月20日ぐらいやねんけどもね。でその大寒っていうのが何かっていうと24節気の中で一番最後にあたる、ね、ところで、立春の前日、大寒の最終日っていうのが、節分やねんて。で節分で節を分けるっていうことで大寒の最後の日が節分、大寒の入りが20日くらいやねんね大体ね。で旧暦では立春が新しい年の始まりっていうことで節分、節を分ける2月3日っていうのが本当は年の始まりって言われてんねんね。でその中でね大寒っていうのは何かっていうね、その前にね小寒っていうのがあって大寒って言ったって、立春っていう感じになっていくんやって。で大体ね15日 1ヶ月30日やけどその半分15日で24回に分けられてんねんけどもね。でその中で寒とか大寒っていうのは何かって、寒い時期っていう意味やね、1ヶ月ぐらい寒い時期があんねんけども、大寒って何をすんのかって言ったらね、寒中見舞いを送ったりとかね、大寒にね何かを食べたり何かを仕込むという、ね、ええもんがあってね。で、要は寒の時期っていうのは要は寒いから、食文化がね寒い時ならではの食べ物っていうのがあるのよ。それは何かって手が切れるほど冷たい水、もう触ったらもう頭の芯までキーンって冷たいの水ありやん、あれを寒の水って呼ばれてて、で清らかで霊力もあるって言われてんねんね。だから寒の水でついたお餅、寒餅っていうねんけども、寒餅っていうのもねすごい霊験新たかでいいのと、それと冷たい水でついてるから雑菌の繁殖が少ないから長期保存しても腐らへんって言われてんねんね。だから寒仕込みって言ってお酒、醤油、味噌とかね、そういうものを仕込んだりとか、発酵するのもね冷たい時期に作るからゆっくりゆっくり発酵していくねんね。ゆっくり発酵するってことはゆっくり熟成が出て味に深みが出て旨みが出てくる、もちろん体にいいねアミノ酸であったりそういういろんなものね必須アミノ酸とかいろいろ含まれてんねんこういう発酵食品、酒醤油味噌にはね。だからそういうものをもちろんみりんとかもいろんなもあるけどもね、そういうもののまろみが出てくる、発酵がゆっくり出てくるから味に深みさが出てきてね、寒仕込みはすごいいいって言われてるんだよね。で結局やっぱその寒の水っていうのがうち井戸水やねんけども、井戸水でねキンに冷たい水はめちゃくちゃええのよ。でそれで仕込むことすっごいいいもんができたりね。で要はねその寒の水を汲み置きしといてその水を使う、だからもう缶の水を汲み置きするってすごいええことらしいよね。だから今ね結構水どころに汲みに行く人結構いてるので、奈良やったらゴロゴロ水であったりあと何あるなんたらの滝とかね、いろんなところに水汲みに行くとかあんのよ奈良にも。で川上の方にもあったりね、で天川にもあったりね、天川ゴロゴロやけどもそんなんとか汲みに行く人がおったりね、あとは橋本のね温泉の水、金水銀水っていうとこがあったりね、そういう水を仕込むのにも一番ええ時期であったりで、あっちゃん家のおいしい水を仕込むのもいい時期ですあっちゃんとかも井戸水だからいつも年中飲んでるけどやっぱり今の時期に汲んだ水ってのはいいみたいね。でこれが大寒、ね、でに汲んだ水は最高って言われてんねんね。で他にもね寒だことか寒のりとか言って寒の時期寒の時期に採れたものが上質で栄養高いって言われてて、海苔を取ったりとかね、タコを取ったりとかね、そういう海産物っていうのも寒の時期に取れたものはええらしいのよ。だから寒ぶりとか言うでしょ。でブリもだから寒ぶりは油が乗ってすごい美味しかったりするんよね。やっぱ冬の魚って油蓄えてたりするからね、冬越冬するために。で栄養もあると。でその中でも一番ね重宝されてるのが大寒卵って言われてね、大寒の日に生まれた卵はね栄養素が満点ですごいいいって言われてんねんね。でそれは金運も抜群って言われてんねんね。まあこの金運の話もやけどもね、大寒卵の話またね後でしましょう。大寒に咲く花ロウバイって言ってね、水仙とか梅とかサザンカとかね、それがロウバイって言われてね、ロウバイちゃう、大寒に咲く花って言ってね、だからこの4種類ロウバイと水仙梅サザンカっていうのはね有名な花らしいねんけども、雪中鹿って言われててね、ありがたい花って言われてるんよ。であとね大寒っていうのは何かやったら一番まあ寒い時期っていうことでね、本当に人間の体にね入れるものにはすごいいいエネルギーが宿ってるって言われてるんよね。でこの大寒卵についての話やねんけども、大寒卵どういうねご利益があんのか言ったら金運とかね健康運とかね、運気アップするのにすごいいいって言われてんねんね。で、なかなかね大寒なかなかね手に入りにくいねん。なんでかって言ったら養鶏場に行ったらいつ生まれたかって分かるやん。今日産んだよ。だから1月20日に行って養鶏場で買ったら大寒卵が買えるんよね。であとなんだろう百貨店とかやとね産卵日がいつって書いてあるね。だから1月20日の卵を買うといいよね。でもねスーパーとかってなかなかね、書いてないのよ。どこで何日に生まれた卵かって書いてないね。これ難しくってね、スーパーの卵ってね賞味期限は14日って決まってんねんね。じゃあ14日1月20日からやから1月20日からやったら何日や2月3日になるのかじゃあ2月2日になるのか2月2日になるでしょ。違うね、これは取れた日じゃないね。パック詰めした日から14日やね。だからスーパーの卵ってのは大寒卵って見分けつきにくいのよ。であっちゃんが時々買ってた白鳳卵は大寒卵だよって書いてくれてんねんパッケージに。ね、だからなかなか手に入りにくくて、これ大体ねだから1月19日に、卵が取れた、ね、大寒の前日に生まれた卵でもパック詰めしたんが21日、でも20日休みやって21日にパック詰めしたよって言ったら賞味期限2月3日になんでね。で大寒の日に取れた大寒卵も21日にパック詰めしたから2月3日で、大寒の次の日2月21日に取れた卵でも21日の午前中に取れて昼からパック詰めしたら2月3日やね。だからこのところが読みにくいのよ。だから産卵日がいつって書いてある卵を買うのがベストやね。大体ねそういうと分からん時はね大寒卵っていうのはめちゃくちゃご利益あるけども、寒卵っていうのもね、ご利益がね、それは何かって言ったら大寒の間、大寒の前後ぐらいの寒い時期に取れた卵っていうのは寒卵って言われて、それも運気がいいの。金運もいいし健康運もいいし運気が上がる卵って言われてね、栄養素も高いし。だから1月の20日前後に取れた卵、寒卵っていうね、これも白鳳卵は寒卵として売ってくれてんねんね。でもそうじゃない何も書かずに売ってるとこも多いんだけど、ありがたい大寒卵なんか寒卵が分からず買ってしまう。逆に言うたら値段が変わらないっていうことやねんけどね。でもね大寒卵って書いて売られとったらちょっと値段上がってる場合もある。でもね一番ベストなんがねやっぱりなんだ養鶏場の直売所で買うのが一番ベスト。いつ生まれたのって聞いて買うのがベストやねんけどね。大体だからね養鶏場に行くのは朝から大体産卵して昼からもう並ぶんで、20日の午後または21日ぐらいに20日に生まれた卵ありますかって言って買いに行くのが一番ベスト。それが大寒卵の手に入れ方やねんけどもね、そんな感じにね大寒卵を手に入れてね運気をアップしてください。でまあ大寒卵もやけどね、寒に生まれた要は寒卵を言って寒い時期に1月の6日から2月の3日要は小寒から大寒の終わりまで要は寒の入りから寒の終わり立春までの間に取れた卵を大寒卵っていうねんね。だから今の時期買ってきた卵はよう分からへんねんけども大体みんな寒卵です。だからこれは運気がいいし栄養素も高いし、金運もいいんでね、ぜひぜひこの時期卵高いけども、食べてみてください。寒卵はね本当に運気がアップするんでね、だからそんな感じで、ね、一番いいのよ。でまあ卵はねもう何しても食べ方は何でも自由です。はい、そんな感じでね、食べるのがいいのかなと。で、なんでね、その縁起がええかって、金運がええか、健康運がええかっていうのはね、大寒の頃っていうのがね、一番日本で寒い時期。で、寒い時期っていうのは、鶏って卵めったにうまいねん。だから少ないねん、数が。数が少ないから、要は、ポンポコポンポコ産んどる卵よりも少ないってことは、長い時間かかっていっぱい卵を産んだら栄養素がばらけるけども1個しか産まへん、それも何日かに1個しか産まへんかったら栄養がギュッと詰まってるやろっていうことで健康にいいって言われてんでね。ででもねもう今の鶏は、平飼いじゃなくってケージ飼いしてるしもうねぬくぬく育ってる、一年中同じ気温で育ってるからポンポコポンポコ産むのよ。だからそんなにねうちないのかもわからへんけどね、そんなん言うたらあかんねんけども、いやほんまに平飼い卵で、1月20日生まれの卵を入れたら最高ちゃうかなってあっちゃ思う。だからこの辺りのね寒卵の平飼い卵を買うのがベストちゃうかなとあっちゃ思います。はい、でね風水でね黄色はお金金運って言われてね、だから大寒っていうのは珍しい卵の黄身がで大寒に生まれた卵ってやっぱ黄身が濃いんやって。だけやっぱり数少なくしか取れへんからだからいいって言われてんねんけども、やっぱりこれは平飼い卵であってこそやと思うね。だから平飼いじゃない卵の大寒に生まれたスーパーで売ってる卵っていうのはハテナかなって思うね。だからちょっと高いけども平飼い卵の大寒卵を食べるとめちゃくちゃいいんじゃないのかなとあっちゃんは思います。なかなかね大寒卵として売ってくれてないんでね分からへんねんけどもね、まあ大寒手に入らんでも寒あたりの卵1月6日から2月の3日ぐらいに生まれた卵だから今の時期卵を買うと金運がいい、特に今の時期平飼い卵を買うのはおすすめですっていうお話でした。今日のあっちゃんの大寒の、大寒についての、雑学、よかったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。